ムーナとキアラとアメちゃんなのね。あのアメリアちゃんがイエローチームのメンバーなんだけど、なんかみんなになんか大丈夫みたいな、結構やばいよ今年のリレーみたいな、練習しといた方がいいよムーナとか、なんか最近ムーナのことムーって呼んでんだけど、ムーっつって、ムー今年やばいぞみたいな、練習しといた方がいいぞっつって、でそれでじゃあ練習しようってなって、まあじゃあムーが練習するからそのアメちゃんとかも誘うかみたいな、でキアラとかもなんかやりたいみたいに言ってたから、じゃあ一緒にするかみんなでってなったのが全ての始まりだったのね。でその時になんかムーナがなんかなんか明日朝早いけど頑張ろうねみたいなこと言ったら、なんかいやベッドの中でなんかもうマイクラしてるんで、魂、私の魂はベッドの中でもうマイクラしてるんで大丈夫っすよ朝早くても、みたいな、なんて頼もしいんだと思ったから、スバルもなんかこれは心意気で返さなきゃと思ったんよ。何かこう心意気で一言かまさなきゃ。でそこでまあスバルがねこう言っちゃったんですよね。Let's walk together in the bed って言ったら、ちょっとそれスパイシーっすねって感じで、これいやこれはスバルに言わせるとマジであのタイはなかったっていう風にムーナのファンの方には言いたい。本当にタイはなかった。いやでもその後みんなでほら見て、みんなでね練習したから、なんて言ったって我々はベッドの中でちゃんと練習してるからな、マインクラフト。イエローチーム勝利間違いなしだ。いやみんなさ、ちょっと待って、スバルマインクラフトを練習って言ってるから、ベッドの中でマインクラフトを練習って言ってるのに、みんなはベッドの中で、ね。